と球種がバレバレの大英時代の工藤公康投手からのサインに決して首を振らない。まるで子供と対話するかのような仕草を交えつつ、結局いつもサイン通りに投げる。城島はそんな環境で鍛えられてきた。実戦に勝る教材はない。工藤はたとえ打たれるべくして打たれようとも、城島に経験を積ませる長期的なメリットを優先させてきた。